オオンン師師匠匠の釣りこんにちははいこんにちは今日いただいた質問はですね、うん、釣り具のラインセッティングに関する質問になります。ほほつまり、メインラインとリーダーの関係性について教えてくださいというテーマなんですが、うん、もうちょっとこれ質問が続いておりまして、うん、例えば尺アップサイズのアジを釣る際に、 うん、リーダーの太さが0.85でいいという人もいれば、1.55が必要という人もいます。この違いはなぜ生まれるのでしょうかというのが全体の質問です。あ,あなるほど。うん。あの、多くの方が悩まれている部分でもあるかなという気が、まずするね。そうですね、リーダーの太さの選択、うん、と。てもね、はい、いいご質問だと思うんです。うん、うん。なんだけど、いい質問なんだけど。 えーとねこれも何を目的とするかで大きく変わってくる出来事なんだよね。うんなるほど、うん。今のご質問者の方だったらうん1.55と0.85がいいよってそれぞれいらっしゃるわけですよ。うんでどっちが正しいかっていう捉え方をしたら絶対物事理解できない。うん どっちが正しいんじゃなくてどっちが必要かなのよそれね確かに、うん、でえシャクアップの味するのに1 5号が必要な場合と0 8号が必要な場合とあるんですかあるんだようん、うん、この辺のね説明をしなきゃならないなと今聞いてて思いましたなるほどえっとねちょっと回りくどい 説明に聞こえるかもしれないけど、ここはしっかり理解してもらわないといけないんだけど、0.85リーダーが。1号で約4ポンドだから、うんうん、0.85五つったら3ポンドとか3.5ポンドぐらいはあるはずだよね。はい、これはモノフィラメントの話ね。はいうん、リーダーでしょリーダーダです、うん。だからモノフィラーですから0.85だと3ポンド、うん、あれば十分だよ。 まあ、あの僕も十分だと思うんです基本は、うん、0.8で3ポンドあれば100味ですから50味じゃないから、うん、<laughs> えっとじゃあそのリーダーの太さがどれぐらいが適切かって話をするのに前提としてお話しするのが、えー、例えばフロロやナイロンの2ポンド、はい、つまり0 5号だね、はい、ナイロンだったら0.4ポンドで あじゃあ0 4号で2ポンドあります。はい、2>, 2ポンドでどれぐらいの魚が実際取れるかっていうこともちゃんと知っておかなくちゃいけないよね。うんうん、ちなみにこれはもう僕の実績でお話すると僕の2ポンドフロロラインの、えー、記録魚は丸スズキの87センチだったかな確か。おおでっかいですね。 ででかかいですねううん、うんあのー、90もかけたうん、うん、これ最後あのー、堤防の角に突っ込まれて角で糸がすれちゃって持たなかったんだけどど,どうにもかわせなかったのよ。それまでは結構な時間やりとりしてたんだけどまあキャッチできた最大寸が8 7ンチだとまず思ってくださいはい。 でこれはもう公安部の釣りをねずっとやり込んでる人ならみんな経験してると思うんですよ。2ポンドで70、80のシーバスは取れなくないですよ。うんうん。チヌ、うん、でいうとやっぱりメバリングの最中に僕はかけた一番大きなチヌが55.5センチという555と並ぶからしっかり覚えてるんだけど<ー>これも2ポンドです。うん。なんか取れるっちゃ取れるわけ2ポンドで。うん。 なくても号ではいじゃあなぜ1.5号が必要だっていう人がいるのかって話なだよ。うん、これねもうこれは僕想像でしかありえないんだけど経験からくる想像なんだこれもね。はい、うん、で1.5号でないとまあ大変申し訳ないかとするとたかだか30センチ台の味だよね尺味だから。はいそこになぜ1.5号が必要かって話だよね。 うん、えっとねアジで、まあ、アジで質問されてるんでアジでお答えするんですけど僕はまあ広島県の人間で広島には倉橋島とか能見島っていうねあのお魚さんが大変よく釣れる場所があります。はい、でその島と島との間に橋かかってるんだよね。うん、で海峡部。そこに面した堤防ある場所の堤防でシャクアジがね シャクアジばっかりが釣れるシーズンとポイントがあんの。はい、でそこは海峡部分だからすごいの流れが。お<ー>で複雑なの。で僕が好んで尺わじ釣りにい見つけた堤防は釣れるタイミングがね当て状なんだよ。おなるほどで横に払う横に動く塩とか逆にこう払い出していくような塩の時にはねなぜか釣れないのそこ。 うんまあ、当て塩の時に限ってで,でかいアジの集団がバッと入ってくるわけよね。うんまあ、これ間違いなく餌の関係なんだけどね。うんはい、そこで友達と2人で釣り行ってかけました。もう前晩のように行ったんだ思い出したその頃はなるほは。最初の番なんだよ。はいうん、当て塩です。で1 5ムのジグヘッドを投げてボトム取って寄せてくる塩にこうのせながら。 それなでものすごくテクニカルで難しいの。うん,うん。で <laughs> 緩んじゃうから。そうですね。当て字寄って難しいですよね。そう。で足が加えても加えた瞬間がどんな高感度ロッドだろうがわかりにくいっていそこはね。うん、で、えー、その時に使ってたのがフロロのね0.4か0.5なんだよね。うん。うん。で足きた。ってかけた瞬間の当て字だから軽いのよ。しょーっと寄ってくるのよ。 おそんなな大きく感じないわけで足元まで来たらテンションかかるじゃない。あ、はい、たり状で壁に潮が,が当たってるから、うん、そこでアジも自分が引っ掛けられたのが分かって本気で暴れるわけ。うんでこんな太抗のある323 32センチ最大35センチぐらいのアジなんだけどそいつがそっから引っ張るとすごいやっぱパワーが。なるほど。 で当てた塩のが当たってこう両脇に塩が流れるよねはいでもだから右でも左でもそのアジがガンとかけたら逃げる先っていうのは下流へ逃げるわけじゃないうん,うん、うん、塩に乗っかって、うん、だから塩が動いてないとこでかけたのの倍ぐらいの感じで突っ込まれるわけじゃあってうん、うん、流れに乗ってっちゃうわけですからねうん それで切られるるののよようーんと思ったのよ最初なるほど、うん、でもねドラッグ雑誌やんだからそんな簡単に切られるわけないんだよね。うううんうん、うんって言ってるからパワーだけで流れに乗ったからといってパワーだけで切られた感じがしない。で立て続けに2匹切られたの俺。はい、あれと思ってあの切られた部分を、えっと、フロロの0.45か0.55だったどっちだったかはっきり覚えてない。 たぶん俺のことだから1個太い0.5号だと思う。うんうん、でジグヘッド直結してるわけさ。はい、で切られたところを2匹切られた時点でこう見たらねザラザラになってんだよ。おお<ー>そこで気がついたのよ。なるほど。あれって。<laughs> 味って外れするイメージないでしょそうですね。するんだよ。おお<ー>。でこれも その時から以降後に俺はあることに気が付くんだけどこのヤスリ状の歯だよねアジの場合はザラザラぐらいで、はいうん、これがね鋭い家族と鋭くない家族といるんだよああなるほどチヌとかと一緒ですね歯が違うっていうあ結構そうすごいだろう、うん、うん、明らかにあとその生まれつき歯が鋭いやつと鋭くないやつがいるかもしれないのと、うん もう一つは季節のタイミングで歯が鋭くなるときとならないときとあるんじゃないかなと思ってうーえっとね小魚を食い出したら歯鋭くなるんだよね。うん捕まえやすいですね。そう。一家中小魚しか食わないやつらって歯鋭いんだよ。はいはいはい。同じメバルでも同じ味でも。う だからそこは推理するしかないじゃない。誰も学術研究で確かな答えはくれないよ、これ。うん、だから僕は釣り人として経験,経験則で物を考えるから、常に。はい、結果、結論として、それまでにもう何千匹もアジ釣ってきたのにで、えー、それぐらいのサイズじゃ切られたことないのに、ちょっと軸、えー、切れたところのちょっと2、3センチぐらいがざらざらしてるってことは、 間違いなく飲まれててここで擦れてんだよね、うんでも普段切れないやつがんで今日切れるのかっつったら結論として今ここで食ってきてる味は歯がザラザラだってことよ。うーんと思ったからすぐその0 5号のフロロに1号リーダーつけました。おおなるほど。実践ちょうどはい全部取れるおお<ー>じゃあパワーじゃないじゃんんんうううん。 パワーで切られてんだったらその一号リーダーつけてもメインラインの零点五号の方は切れるはずだから。そうですね。結んでるんだから余計弱くなってるよね。うん。零点五号を一号に結んだら一号の方はあ零点五号の方は零点四号零点三号ぐらいの直線強力しかなくなるよね。結ぶと。うん、そうですね。うん、だから余計弱くなってるから余計切られやすいはずだけど、うん、全部切れないんだよ。 30アップポンポン取れるわけ。ってことはやっぱ外れなん歯でいちゃったんだうん、うん、こういうことがあるのよ。なるほどで実際に僕はそれを23回経験してるからこの方の質問で想像するには「いや100アップあったら1.55じゃないとダメだ」って言ってる人はそういうエリアで釣ってんだよいつも。う,ーんうんでかたや何言うとんだと。 0.85ありゃ十分な味なんか、うん、100なんもなら40アップでも俺は0.85で取ってるよってその人が仮に豪語したとするよねはい取れるよだからさっきさっき言ったじゃん俺0.552ポンドで80後半90近いのーバツ70アップなんかもう覚えてないぐらい取ってますうんあ取れるんだって条件があってるやうん <laughs> なので、まず釣ってる場所と釣ってるアジもしくはメバルの種類が違うよ。うんうん、同じ白メバルでも、あ、えー、かりつきの堤防の場所で釣れる白メバルと、えー、闇、磯の、車道の岩がゴロゴロしてるところで釣れるメバルは、歯が違う。ううん、うん、うんん だから僕なんかがその20年前とか25年前にシャクメバルこうやったらこういうとこ行ってこうやったら釣れるよなんてブログで一生懸命書いてた時代に0.5号とか0.6号じゃ切られると。だから1号ぐらいがいるよって。で1号でもやられちゃうからプロロじゃ1号以上も負けないよねスピニングでそうですね。 んだからな、ナイロンにしだとさ1.55とか2号とか入れられるわけ、うん、うん。そうすると6 5ポンド6ポンドあるのよねそしたら取れちゃうわけよ、うん、太いから多少歯ですられても大丈夫ってことなんのね、うん、うん。で,で連れてくるメバルは2 7ンチから大きくて3 4 5ンチなのうん じゃあ、堤防から釣る30オーバー、うん、でそんなに太いリーダーいるかっつったら、いらないんだよね。うん,うん。まあ、歯が鋭くないのが一つ。だけど、もっと大きな要因としては、堤防から釣るってことは、ストラクチャがないわけ。うん、ストラクチャがないってことは、30オーバーの僕が瀬戸内の堤防から、瀬戸内の堤防からのサイズだよ。はい。瀬戸内 あのー、記録は33.5なの。はい、うん、これはあのー、1.25リーダーで取ってます。お<ー>、うん、いあごめん。これはフローで普通に釣ったんだ。だから0.55だと思う。オール0.5リーダーもつけずに。お<ー>、うん、で、これはさ、ドラッグ出せるからなんだよ。うんうん すごい出されれれたたよそれ流れに乗ってったからお<ー>堤防の先端でこっちの右側が堤防の高い壁で下の低いところで釣ってたとこ、うん、の堤防の壁って厚みがあるから外へ持っていかれたら腕伸ばして差を伸ばしてもうヒヤヒヤしながらドラッグじいじいわせながらなんとか止まってくれてしたんだけどもう全然大丈夫だよね0.55のフロールで。うん、でもそのまんま今度は磯のシャクメバル釣り行ったら。 相当やられるんだよねなぜかっつったらドラグ緩めてたら潜られちゃうからそうですよ、ね、ジーンって言ってあっってロックしちゃったとかもう急いジーッと巻かれたらプツって切れるじゃない。か必然的にその、ま、ロケーション推進によりけりの話なんだよ磯でもドラグ出して勝負できるロケーションはありますけど。う 僕が好んで言ってたポイントではだいたいドラグはミリも出せないね出すとやられちゃうよねっていうところが多かったから、うん、フルドラグでセッティングしていきます、うん、そうすると、えー、ナイロンの6ポンドーとかなっていくしそのうちその何年かたつうちに P ラインが細くなってきたんだよねはいはいはいなるほど P いやーで P でもやれる環境なので途中から P にするよね 0.55P、うん でリーダーはフロールの2号とか、えー、2号とか、ひどいところでは3号とか、うんで。それは高確率で沖の下り岩にかギュッて引っ張り込まれることを考慮して、岩にすれても切れない太さにしてるわけね。魚の大きさじゃないんだよ、結局はね。ロケーションですね。うそうそういうのが あるからそのロケーションに合わせてリーダーの太さっていうのを考えますよっていうのがまず一つ。うん。こっから話まだ長いんだ。ごめんね。はい。<laughs> それが一つとね、そのリーダーのことを聞かれてるので、アジはちょっとさておいといて答えると、切られたくないからリーダー太くするよね。はい、切れた方がいいからリーダーを細くするっていう考え方をね。 もあるんだってことをね知ってほしいね改めて。うーん、なるほど。うん、それはなぜかというとメインラインに対して、えー、例えば PE のレイ点三五にフロロの三五リーダーつけたら、うん、どこが切れるキュ九べ。一 <laughs> 足のところですよね。うまたマウター F G ノットあまなきゃいけないじゃん。うん。それがとてつもなく僕嫌なのよ。うん、わかります。うん、だから僕はメインラインの PE。 の直線強度が例えば10ポンドだとするとはい、うん、リーダーは5ポンドのリーダーまでしかつけないうんちょっと強度を落としてってことです、うん、そうすると切れてもリーダー残ってくるんだよそうですね、うん、なんかあえて切れるセッティングにしてんだよジュグヘッドのと切れるセッティングでもそうしたくない時があるよね今度は、はい、そうするとでっかい魚来たら取れないじゃんって話になるじゃん だからでっかい魚を取りたいときは、えー、メインラインの PE とリーダー強度を合わせるよね。うん、同強度ぐらいでする。その代わりパワーで切られたときはリーダーも何もかも全部ぶっ飛ぶよね。そうですね、うん、でもその代わり大きい魚が取れちゃうじゃん。うん、こういう考え方でリーダーっていうのは決めていくわけで、うん、どっちが正しいじゃなくて何をやりたいかとかってことだよね大きく。そうですね うん、あとさもうリーダーのついでに言っちゃうけどその切れた方がいいという考え方でね例えば地球さんなんか面白いよねえー、プラグとかメタルバイブを使って寝魚のカサゴなんかの大きいのると時に、はい、フックスタックするとなくなっちゃうよねルアーがはいはいはいだから地球さんはフックの弱いのつけたりするよねうんそうですね、うん、で このフックを伸ばせるラインシステムを組むよね。うん、ボ,ボトムフスタック、特にフックスタックしたときは、ぎゅーってやってれば、フックが伸びて、ポンと外れるセッティングで、えー、メインラインとリーダーの強度を決める。うんうん、そんな考え方もあるよということ。うんうん、もっと究極で言うと、プラグなりメタルの トレブルフックつけてたとするよね、はい、そうすると接続部分にスプリットリングつけるじゃん。スプリットリングって二重になってるよね。はい。こう。うんうん、これを半分ぐらいカッ,あカットして。強度落として。いいミッパーでカツンと落とすの。うんうん、そうしたら一重なんだよ、これが。はい,はいはいはい。わかるねうん。とすると強度が半分しかないじゃん。うん。で、スタックしたらこれがここ。 リングが開く。今日どのラインセッティングしていくんだよ、うん、地球さん。うんうんうん、やってますね。それを仮に魚がかけての伸ばされてとしても、それは自分がやりたいことじゃないわけよね、もうすでに地球さん。うんうんうん、うん、うん。そういう考え方もあるよっていうのがそのリーダーの強さに対する考え方だよね。ロケーション、魚のサイズ、ルアーを あえてフックを伸ばしたいのか、リングを伸ばしたいのかというセッティング、さまざまな考え方があるということをね、えー、考えて、その辺の研究をちょっとしてほしいかな。うん。そうですね。あの、リンタゴさんとかがよく動画とかで見るのが、うん、あれですよね、流れとかに合わせて太さを変える。うん,なんか。釣りのロケーションというか、まあ、流れに対しての。 対応みたいなのもありますよね。うんあつまりねロケーションに合わせる魚のサイズに合わせるあともう一つ違う次元でね、えー、フックスタックした時どうするかでもリーダーは変わっていくって話をしたんですけど質問者の方がね一番気にされてるのは、えー、0.85で十分だよっていう人もいれば1.55で十分だよっていう人もいるんだけどどっち どっちが魚がよく釣れるかっていうこともすごく気になる部分だよね、これそうですね、うん。で、そうなるとね、例えばその、細い糸でないと食わない、もしくは釣りにくいシーンがあるよね、間違いなく。うん。うん、流れが強いとか、いろいろありますよね。そうリーダーダっていいう言い方すると ちょっと違うかなと僕思っちゃうんだよね。ハリスって言った方がいいんだよね。ああ、なるほど。うん、例えば、あの磯のクの黒鯛それからあのグレ。はい、特に、日本中のグレ氏が押しかける、高知の有名な磯なんかの60、70になるお長グレ。うん、こいつらすれちゃってんだよ。はい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 。だから、もうね、 2号のハリスで食わないらしいよそういうやついますよね 1>, 1号い2号を1 2号にしただけで食ってくるんだよ、うん、でっかいオナぐグレがで2号にするともう見に来て見切られてるんだよねしょうがないじゃん落とすしかないじゃんそうですねで高確率で切られてるよねこのっ、うん、めちゃくちゃ強いからね60センチの <laughs> お腹なんてな うん、だからまず魚が太くしたら食うか食わないかっていうのがある。例えばチヌってものすごく目がよくて神経質でハリスが細くないと切られるっていうのはもう何十年も前から釣り人は言ってるよね。うんうん見切られるやつですね。うん、聞いたことあるでしょ、うんうん、ところがね僕が17歳の時に初めて入った釣りクラブは全日本サーフという投げ釣りのクラブなんだよね。うん この投げ釣りのクラブでチヌを釣るときにはどんな釣り方するかってた投げ釣りで釣るんだよね。おおなるほど。ぶっこみ釣りなんだよね。うんうんうん。で餌はね湯虫使うんだよ。こうじと湯虫つけて飛ばしおもりがあって投げ釣りでボーンと本流のところへ投げてそこにつけて竿をあの竿立てに立てとくんだよ。はいはいはい。でちょっと糸を張って。そう、糸を張って。あって チヌなり、タイなり食ったらゴンゴンゴンって食うわけじゃん。うん、そういうつりで使うときのハリス何号だよって話なのそうですね。あの、深瀬みたいに1.5号とかってことはないですよね。ないない、5号とかある、うん。ですよね。うん、<laughs> 5号だよ。5号って言ったら20ポンドだよね、今で言うと。うん、チヌが細い糸じゃないと食わないって、ま、間違ってるじゃん。うんうんうん。 うんってことにならない。そうですね。うん。これね、<laughs> ルアーでもね応用できるから覚えておいて。はい。縦に降りたい糸は見えるんだ魚。うんうんうん。だから糸が縦に立ってる釣りで、これがゆっくりの釣りで、でここに餌がついてると針が。これだとあ餌あると思って食べに来ても、おおなんや糸がついてるわダメだって帰るわけ。うん。 で自分がやってるルアーフィッシングにこれ置き換えて考えてごらんって話になるよね。うん、表層にいるメバルに対してジグヘッドにワームもしくはプラグもしくはメタルジグを投げたら巻いて釣るでしょ。横の釣りになります、ね。横の釣りになるよね。うんうん、さっきの投げ釣りで目のいいチヌがなんで5号も6号もあるハリス食ってくるかって言ったら海底で横になってるからだよね。うん、ハリスが。だからあんまり気にならないんだよ。 うんうん、だからルアーでも投げてまく釣りボトムまで落としてパーッとまく釣りだとほぼ関係ない。ああなるほど。うん、でもポンポンってやってこう待つような釣り縦方向で。うん、これはあの場合によっては場所によっては見切られる可能性はどんどん高くなる。うんうん、そういう条件があるよね。ありますねあとはね。 今度はそのいハリスが太いから魚が食うか食わないかじゃない条件で、うん、糸が細い方が有利な時っていうのは今度はアクションの問題がある。おなるほど。うん、これはね極端に考えた方がいい。アジング行くのに 1.5g のジグヘッドを使うのに例えば10号のリーダーつけてごらんって話だよね。おお まともに思ったようにルアー動いてくんないよねうそうですね。もう糸の方がリーダーの方が重くなっちゃいますよね。<laughs> 棒の先に針つけてる方だね、えー、こうやって。うん、うなぎ釣るんじゃねえぞおまえって痛くなる。<laughs> <laughs> <laughs> まだからま今極端なこと言ったけど、今自分が立ってる場所から投げて誘いをかけるときに潮流なりがあります。うん、その潮流に流し込みながらうまくポイントまで誘導してきて。 聞きに行った時にコーンと来たおお来たっていうすり方がだいたいアジングメバリングでよくあるやり方なんだけどその時のポジションロケーションで何号くらいのリーダーが一番ナチュラルに餌がの動きが演出できるかっていうことも加わってくるよねうん、うん、だから僕結構ねあのー、いろんなことをやるのよ。 鵜呑みににせずにみんなここでは0.85のリーダーしかつけてないそれが一番だって言ってるとわざと1.55とかつけたくなるんだよね。おなるほどとか <laughs> <laughs> でまさしくそうだっていう場面は1割2割しかないね僕の経験が。みんなが08だっていうところで僕が1.55入れて同じように釣れちゃうもん。じゃあ なんでみんなが言ってるかもちゃんと真摯に受け止めて考えなきゃならない。うん、前回行った場所がそうだったって話だったりするのよ。ああなるほど前回の経験が頭に残ってるってそうだからそれロケーションでものすごく変わってくる話なんで、うんうん、それに最初に僕がね僕の経験として言ったようにシャクアップの味でやたら歯がザラザラしてす <laughs>、うん、<laughs> れてブレイクするような。 ポイントもあるからね、なかなか一概に一言では説明は難しいよっての冒頭に申し上げたわけです。うんうん、だからもうそうだね、最後の締めの言葉でお話するとしたら、もうたくさん経験しないとあのなかなかね、<laughs> たかがリーダー一つでもねあの、現場に見合った、タイミングに見合った、その魚に見合った。 あとは自分の道具に見合ったリーダーの太さメインラインの太さそのバランスっていうのはねなかなかあのベストな答えがね出てこないと思うのではひたすらひたすら勉強してください頑張ってくださいはい、ね、あとあのレオンさんとかこの間レオンさんとあのチャットライブで話しされたりんたこさんとかうんあのなんでやっぱみんな釣れない時ってワーム変えたりジグヘッドを変えるって とかルアーを変えるっていう方に先に頭が行くんですけど、うんうん、お,お二人みたいに釣られる方ってそのリーダーに着目してリーダーを変えようってやっぱ戦略の人として持ってますよね。あ、それはねもうリンタコだね。うん。俺は違うね。うんうんうん。俺はリーダー変えないね。うん。あの全く経路の違うルアー投げちゃう。うんうんうん,うん、うん、でそれは経験値と自信から来てんだよ。 この条件下だったら、えー、重くてでかくてもこっちのルアーをあそこへ投げてこう通してここでパンリアクションかましてやったらこいつ絶対食うはずだみたいな。うううんうんうん、うん、俺の場合はそっちが先。ううんうん輪、う、郭、ん、はちょっとタイプが違う。なるほど、うん、目の前にいてちょっとリーダーが太いがためにあのルアーの動きが悪いから食わないんじゃないか。同じルアーで リーダーを変えることによって食ってくれるモードに持ち込むのが彼のタイプだから似ているようでも同じものを釣ってるようでもねだいぶアングラーとしてのタイプがちょっと違うっていうのが感想かな,な,な <laughs> だからあなたがどっち行くのかって話もあるよねだからそうですね、うんうん、こ答えは一つじゃないし、うん、どっちかが正解でもない。<laughs> うんうん なのであれですねルアー、やりたい釣り方とそこで選ぶルアー、チックヘッド、一緒に並べられる形でリーダーの選び方っていうのも人それぞれあるよっていうことです、ね。人それぞれある。で、やりたいことと得意なことっていうのがある程度リンクするでしょ。だからやりたいことっていうか、うん、自分がやれることなら一生懸命やれちゃうでしょ。そうですね。うん だから自分がどっちの傾向の人間なのかをやっぱり釣り人ってある程度自分で把握しといた方がいいよね。そうですね、性格というか。うん、そう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 今、今、リンタコ君と僕との比較の話が出たけど、レオンタイプでいく,いいいくのか、リンタコタイプでいくのか、自分である程度判断できるんじゃないかな。そうですね。うん、まあそうやって自分のタイプでね、道具とかルアー選んでいくのも面白いですしね。ああ、もろい。釣りってそういうものだかね、うん、結局。うん うん、いやありがとうございました。あの、はい、今日の動画がぜひ皆さんのリーダー選択の参考になることを願っております。はい、なればいいですね。はい、<laughs> はい。なんか皆さんのリーダーに対するお考えなどありましたら、ぜひコメント欄の方まで寄せていただければと思います。あと、ぜひこのチャンネルまだ登録してないよという方がいたら、チャンネル登録と、あと、ぜひ動画へのグッドボタンもよろしくお願いします。 よろしくお願いします。<laughs> では、リオン師匠、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ、皆さんまたね。